おっす、オラ YouTuber マフィアカジタです。ポケマンのリッチです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、ウェイドグランドオーダー、はい、ハロウィンピックアップの後半でございます。はい、前回はイバラキンが2枚入りました、うんうん、今回はね、星5の使徒内をなんとか出したいなと思います。というわけで画面5、はい、はい、星5使徒内なんか最近星5を出してないような気がするな。確かにあんまりピックアップは特にプライベートも含めて出してない気がする。あ、そうなんだ。ちょっと今回頑張って出していきたいね。なんかすり抜けるイメージはね、多少ありますけど、うんうん、確かにピックアップ出てるイメージあんまないですね、最近。あ、でも単純に俺が最近回してないのかもしんねえわ、うん、なんか久しぶりに回した気する。へえ。結局結構遊んできてさ、うん、俺サーバントもそこそこ揃っちゃってるから、うんうんうん、新規サーバントが来ない限りはもうめったに回さなくなってるんだよね。まあそうですよね、うん、そんなにめっちゃね、なんか週に 2,3 体追加されるってわけでもないですし、まあまあペースが遅いのも、うんうん、FGO がこのじっくりと精査してるのが特徴だから、うんうん、そうなんですよね。この前もう結構前になっちゃいましたけど、うん、カジタさんのインタビューで、うん、1体にかかるそのキャラクター制作にかかる負荷じゃないですけど、うん、大変さみたいなのがすげえ感じ取れると思うんで、ぜひ読んでほしいですね。あれも他のゲームと比べると確かにペースはあんまりかもしれないけれども、うんうんうん、その特別遅いかっつーと意外とそうでもないような気もするんだよね。まあまあ、そうですね、言うほど、うんうん、なんだかんだちょいちょいタイミングで追加してるし、うんうん、いやあとね、結局追加されるのが早いタイトルって、うん、回す機会がちょっと増えすぎちゃって追いつかないよな。追いつかない、正直。そこもね、よしよしなんだよね。まあ、ありがたいですけど、で特にね、あの変な話、僕なんかそのゲームをやることが、うん、まあ、お仕事にもつながるっていう部分があるんで、割と躊躇なくお金もかけれますけど、一般的に遊んでる人がそこまで躊躇なくガンガンいけるかっていうと、結構な富裕層向けになっちゃう気が、厳しいよ、うん、するんで、それを考えるとね、すごいペースで追加するやつはあるじゃん。月1どころか月に2回ぐらい追加したりとかさ、あの隔週で 2,3 体追加するタイトルとかありますから、うんうん、それはね、追いつかないよね。いや難しい、本当難しいと思う。だからまあ俺的には FGO くらいのペースがちょうどいいかな、うん、なんだかんだ言って。それは確かにあるかもしれないですね、うん、でしかもね、新しいキャラが入ると、うん、まあ母数が増えるんで、うん、古いキャラというか、まあ増えてる区分キャラが一体一体が出にくくなっちゃう。ああ、そうそう、っていう懸念事項もあったりして、あと過去のキャラクターの性能がもう、そう、とても現役で使えなくなったりするんだよね、更新されてて。そうなんですよ。だからその点 FGO はずっと使えるから、うん、うまくバランス調整はしてるなと。ていうか、まあインフレを起こしすぎないようにはしてるとは思うんで、まあ、特定のね、うん、あのシステムとか組めるやつは異常に強かったりするんだけど、まあ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 、確かに、うん、それでもね、その好きなキャラを使って攻略するとかっていうのができたりするタイトルだと思うので、まあ、好ましいキャラを使えばいいっていうのはこのゲームのいいとこだと思うんだよね、うんうんうん、確かに。ちなみにアニメがさ始まったんだよ、絶対魔獣戦士バビロニアっていう。え、そうだったの。 FGO のさ、割と後半のシナリオなんだけど、はい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 、もういよいよ、はい、第1部の後半アニメ化されたよえ、でもそれって、うん、そこだけ切り取ってもアニメ化できる内容なんですか。ね、それともなんか FGO をやってる前提でのバビロニアなのか。難しい、なんて表現すればいいのか難しいな。正直言って、はい、FGO やってる前提のバビロニアだとは思う。なるほど。あのマジでその以前のものをない状態でそこだけ切り取ってアニメ化してるから。はい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 、はい、ただそれ以前のやつが一切アニメ化されてないかって、特番とかでちょいちょいアニメ化されてんだわ。はいはいはい。でもかといって続きもので一気にやってるわけではないから。お、またか。あ、違う。あー、マジか。これさすがにもう新名書く必要ないか。どうだったの、覚えてねえわもう、うん、念のため、うん、うん、もう新名書くのルールもう把握しきれんわ。もう難しいっすよねでもまあ、うん、隠しとく分にはね、うん、いいと思うんで、うん、まあ今の必要な。まあいいや、その例えばキャメロットとかは舞台化されてたりする、はい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 、でもアニメはまだ放送されてない。なるほど。そういう断片的な別メディアとの展開、うん、はいはい、まあ、ちょいちょいやってんだけれども、うん、
例えばゲーム以外のコンテンツで FGO を全て追いかけられるかっていうとまだ難しい。なるほどね。コミカライズもあるからそれを含めればそこそこ分かるかもしれんけど、うん、やっぱりゲームやってる前提っていうのにはなっちゃうかな。なるほど。ある程度設定を把握してないとバビロニアも何が起こってるのか分かりづらいところなのかもしれない。なるほど。まあ、逆にでもアニメから入って、うん、でちょっとゲームやってみようかなみたいなパターンもなんかない、あり得る全然。だから単純に超絶作画だし超もうなんていうの出来のいいアニメだから、はい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 、見ておっとなんの間違いない、うん、俺が最近その FG を進めて、うん、はいはいはい、始めた人はもうすでに一部クリアしたぞ、はい、あなんかでもやっぱ、うん、まとまった時間でガーってできたら、うん、まあ一番理想ですよね。僕アポクリファーでもだいぶ感動覚えてしまったんで。アニメの方な。あ、そうそうそう、うん、あれそのなんていうんですか、もともと小説か何かでしたっけ、うん、小説だね。そうですよね。で僕その原作とか全く知らずに見たんですけど、全然理解できましたしすごい面白かったし。なるほど。っていうのもあって、あちなみにもう一本フェイトは今アニメ化されてて、えロード・エル・メロイ、おーはい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 、あれの事件簿がアニメ化されてるんだよ。んそれなんか僕なんかイベントのニュースかなんかで見た気がする。そうそうそう、あれは、はい、あの単体から見始めても問題ないから、ちょっと見た方がいいと思います。それってなんだろう、僕の中でこのフェイトって結構戦いが、うん、激しい戦いをすごい美麗なもので描いてるみたいな印象が強いんですけど、うんうん、探偵系なんですか、それとも結構戦いがある系なんですか。まあ、事件簿ってタイトルの通りそのロード・エル・メロイ2世がいろんな事件に遭遇していくのはこいつだけど、まあ本質はフェイトだから、その事件っていうのがやっぱりそのいわゆるミステリーっぽい内容でありつつも、その悪霊とか魔術が関わったりとかするって、エレートが関わったりするって話。なるほどね。で、あのフェイトゼロの言ってみれば続編だから。そうなの。そうそうそう、めっちゃ見たいわ。だとしたらもうなんでウェイバー君がね、大人になった後の話、成長ですよね。で、イスカンダルにもう一度会いたいっつって頑張る話。うわー、もうだから見た方がいいよ。めっちゃ見たい。あと、アポクリファに出てきたキャラクターも出てくるから、ちょっと世界線が多分違うんだよね。なるほど。あのアポクリング4で、あれ、この人、確か死んでたみたいな人が普通に出てきたりする。へー、なんだろう、うん、誰だろう、どっかのなんかなんていうんですか、仮の媒体みたいな感じで使われたマスターとかその辺なのかな。いや、そんな端っこじゃない。もっとちゃんとしてるやつか。そうだ、アポクリファもゼロも俺っちは一応チェック済みだったんだが、ロード・エル・メロイは見ても問題ないんじゃないかな。あ、めっちゃ見たい。イスカンダル僕めちゃくちゃ好きな、もう本当サーバント だったら絶対見た方がいいよ。そう、うん、それ見たいわ。あのコンビはね、でもずっと見てても飽きないですね。もうね、もうめちゃめちゃ引きずってるから、親僕。いや、まあ、でもそうだと思いますよ。めちゃめちゃ引きずってる。そうですよね。本当にね、昔の男を引きずってるの、女ってくらいに。逆かな、昔の女を引きずってる男くらいに。はい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 。なんか女性ってあんまり昔の声引きずらないって俺、まあ、フォルダ上書きって言いますからね。そうそう。で、男性はまあ、新しいフォルダ作るって言いますからね。そうそうそう。でウェイバーはめちゃめちゃ引きずってる。あ、新しいフォルダ作ったんだね、きっと。そうなんだ。でもまあ、あんだけのカリスマ性を持った人間が隣にずっといて、そりゃでいきなりもうね、いなくなっちゃったりしたら、まあね、そりゃまあまあそうよね、心を奪われたままになっちゃいますよね、いや、それ見たいな。あとはね、なんでウェイバー君が、その自分のせいで死なせた、ロード・エル・メロイの名を継いでるのかってとこもちゃんと説明されてる。へぇ、どうなんだ、その辺もね、原作を読んでなくてもアニメでちゃんと理解できるように作ってやるからね。いい出来よ。いや、それちょっと見ないと、今現在進行形で放送されてる、放送中。あ、そうなんだ。出ねえな。うん、出ませんでしたね。マジで出ねえな。星4の、あ、でも違うか、ピックアップ関係ないのか。うん、茨城2枚。まあ今回はこんなところかな。まあ無理するところじゃなさそうですね。もうね、なんていうか、
まあ優雅タレ出ちゃってますしね。そう、タレが出ちゃってる。結構僕らの中でストッパー的存在ですからね、彼は。タレが出るともう一日すべて何もかもうまくいかないような気がしてくる。言い過ぎか。はい、というわけで、はい、今回はこんな感じでした。はい、次回はもっと出るといいな、うん、ちょっとね、みんなのパワーオラにくれ。くれ。はい、バイバイ。